じゃあもうどんどん行っちゃうということで。そうですね。はい。その次はですね、ここは何を割り当てを2行目ですかね。ここが今ループでしたよね。はい、はい、うん。ああ2行目とか、はい、じゃいいですか下。はい、はい、2行目、ここがちょっとこれはあれだよ、あのオタレコオリジナルだからね。あのそうですね、 俺たちはジャックが作ったやつだからね、はい、公式とは関係ないんですけど。公式とは関係ないですからね、はいはい、ですけど今回ちょっと2行目は今回オービットの一番まあミソみたいな機能がついてる。じゃあ後に取っとく。これそうですね、まあ後でもいいですよ。じゃあ後に取っときましょう、はい、じゃあまあ3行目、はい、3行目、はい、3行目、これホットQですね。ホットQ来ましたね、はい、みたいな感じですか。違うボタンを。あ、でも本当一緒にして出ますね。わかりますかね。これじゃあちょっとあえて、はい、はい、これが1ですね。でこれが2ですね。で3。なんか押しましたね。なんか押したね。はい。うん。っていうことですね。はい、うん。うん。やばい。これはやばいですね。これ楽しいですね。うん。ホットキューの位置からよ。はい、はい、この振りの中でちょっと変な音がピョ、はい、さっきからちょこ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 出だしてると思うんですが、4行目一番下はそれですね。はい、みんな大好きあの音が。はい、4行目は、トラクターのサンプラー機能があるんですけど、はい、に割り当てました、はい、具体的にはこの部分ですね。 C デッキですね、うん、あ、C デッキだよね。はい、はい、C デッキに、のサンプラー、あ、C デッキをサンプラーとして割り当てました。はい、で、これは、トラクターご存じない方はあれだけど、波形を自分で用意してきて、はい、こうやって4つまで、あ、4つ入れたということになります。はい、それに対して、1234が、1234になります。はい、じゃあ、あのジャック先生、押してもらっていいよろしいですか。はい。やばいですね。これですか、やっぱり。すごい、やっぱ反応いいんですよね。めっちゃ反応いいじゃん。そうなんですよ。なるほど。どうぞ。はい。あ、そっか。これでわかるんだ。いきますよ。めっちゃ反応いいじゃん、ほんと。いいですね。これちょっとさ、でもほんと演劇とか、はい、ちょっと放送禁止ネタみたいな、はい、さんの秘密をみたいな、うん、いいかもしれないですね。そうですね、全然 DJ 以外の用途でもなんか楽しく使えそうですよね。ですよね、あのよくあるじゃん、バラエティとかでなんかワーオーとかやつあんなんとかやったらめっちゃ面白いんじゃないはい、なるほど。でもちろんまあこれはトラクターの仕様の方になるんですけど、曲を鳴らしながらできますね。まあこんな感じではいできるということですね。はい、はい、わかりました。